はい、ということで今回はカートルードっていうモンスター脱出ゲームですね、やっていきたいかなと思います。女の子の呪われた反射に関するゲーム、様々なマップでいいガートルードの友達を救うことが目標になりますと。まあなんか説明じゃよく意味がわからないけど、こいつらがガートルードだね。ゲームには叫び声、点滅する画像、大きな音が含まれていますということなので、まあバチバチのホラーなのかどうかわからないんですけれども、今回はまあ一番まあホラー NG のまあクルさんと、ホラー大好きのカサくんと、まあよくわからないゲコくんですね、判定連れてきました。で、あの他のメンバーちょっと今裏で待機してるんで、またそれは交代番号でねやります。チラってはあえて見てないんだけど、難易度が4段階あるらしい。イージー、ノーマル、ハード、あと1個どこだろうね。ハードまではあるね。ナイトメアがどっかにあるのかな、わかんないけどね。クロハは今回最後まで固定でやっていきますね。はい、皆さんということなんで、あのクロハがね、やったやった、はい、あ、そうだよね、そうだよね、はい。ということなので、まあ、久々にね、クロワさん撮影参加で、まあ、クロワ主役会みたいなね、いう話になると思いますんで、よかったら、チャンネル登録とですね、高評価していただけると嬉しいです。はい、じゃあやっていきましょうか。途中で落ちます。じゃ、クルさん、代わりの人間見つけんといかんよ、代わりの人間。クルさんと同期で、まあ、ホラーゲー系がちょっと NG な方、クロワと同じようなやつを練り上げに決まってる。ネリさん勉強します。だってクルさん、このゲームの勉強してくれるっぽい。攻略効果なんかが分かった状態でやるっぽいよ。やったじゃん。じゃあクルさん途中で交代しようか、ネリさんにね。うん、とりあえずムービー見ていくね、動画。熱いって。はい、これがガートルードです。まあホラーホラー言うけど、全然ホラーじゃないよこれ。はい、カサ君はバスの下にいましたね。今 100% 死ぬんじゃねえかって気がするけどね。うん、はい、連れてかれます。まあホラーじゃないんじゃないこれ。ねえ、どうなんでしょう。これすらダメなのかな。はい、始まりました。亡霊。なるほどね。ここから脱出をしていかないといけません。懐中電灯ってないのか。今、ドキッとした。どこでドキッとする要素あった。はい、こんな感じで、ありますね。キャロット。で、このエリアから脱出をしないといけないので、まあ、とりあえずついてきてよ、最初は。ペイントオーバーザ、ミラー。C1 とアピア。あ、テストプレイでやったら、これ、クルさんあれなんですよ。見て。クルさん、こっち来て。ガチでキモかったら抜けますって。鏡。鏡から敵が出てくるっぽいの、今回のガートルードは。だから、こういう感じ、スプレーペイントを使って、鏡をシューってやれば、敵が入ってこれなくなりますよって言ってますね。はい。精神病院の電気をつける必要があります。カサ君が怖い。ロックギアってやつ見つけた。音切った。え、これダメなの？クルさん。あ！出てきちゃったね、敵が。バレました。どっかに隠れる場所があるんじゃないか？こういうとことか。オッケー、俺逃げ切った。はい。逃げ切ったらお金が入る。3人いいか？困ったら、タンスみたいなとこ隠れられるから、ロッカーみたいなとこ。そこに隠れてよ。はい。サーキットブレーカーだって。だからこれ、どのアイテムをどこで使うかわかんないね。ボルトがないと無理だ。なんかね、あ、ブレーカー、みんな来て来て。ブレーカーの場所わかった。こっちこっち。ここですね、皆さん。ここ、あ、違う、この部屋じゃない。この裏かも。あ、来るかも。落とした、今落とした。これ、どこだ、これ。あー、これ多分電気室だ。やばい、いる。電気室の鍵を見つけんといかん。逆に、このアイテムですね。あ、ロックギア1個つけた。ロックギア。はい、こんな感じでアイテム。動画は、アイテム頑張って見つけてって。ねえ、君ら逃げ回ってるだけだってさっきから。俺しか仕事しとらんで。あー、ファーストエイドキット。これ回復だね。クルさんのやつもそれ持っとこっか。多分それ、場所が出てこない、クルさん。それ場所。ここに置いてください、みたいな。一旦、カサ君のところから行こう。多分そのカサ君の鍵を使って、そのエリアが開けれるはず。待って、電気室来た。お、来たぞ、みんなこれ。電気室カサ君が開けて、俺がこれブレーカー使えるで。はい、開けて。ナイス。で、俺ブレーカー使うね。レンチが必要。これがないとダメらしい。あ、待って。クルさん、多分さ、クルさんのやつってさ、ガスマスクじゃなかった持ってんの。これ、確かそう、ほら、帰国ガスで窒息するんだけど、ここ確か窒息すんの、これ。この中。だから、クルさんみたいなガスマスクがないと多分ダメなのかも。こうやって登る。そう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 。つけてる、ちゃんと。ガスマスク。クルさんつけてる。ちょっと探索してきて。
ガスマスクがあれば探索できるエリアでいろいろやるみたいですね。あ、鍵見つけたわ。ここに置いて、地下入り口の鍵だって。地下入り口なので、これか。OK。地下入り口開いた。これ動画は大丈夫かな？なかなか連携が取れませぬな。お、びっくりした！びっくりした！びっくりした！おい、なんで俺がびっくりしないといけないんだよ。ごめん、俺感染した。下を利用した。アレンジ見つけた？俺感染しちゃった。人参みたいなのがないとダメなのかも。え、電気室来れる？カサ君、電気室。やべえ、これ死ぬな、いずれ。あ、来たかも。閉じる、閉じる、閉じるよ。はい。開けれる？やべ、死にそう。カサ君、レンチ、レンチ。これ、バールじゃない？カサ君、ちょっと待って。俺らが探してたのってレッチだよ。カサ君が持ってるのってバールじゃない？間違えました。お前ふざけんなよ、マジで。おい、お前ふざけんな、全然ちげえ。死んだじゃねえか、もう。ごめん、クルさん、俺、化け物をお腹から産んでしまったかもしんない。あの、化け物が排出されちゃった、俺のお腹から。バカって。今、リリチオも怖い？え？そんなに怖くて無理？え、練り飴よりも苦手説ない？あんた。ランドリーだから、あれだね、これ洗濯機とかがあるところね。あった！だってガスマスク地下に落としちゃったけど、待って、レンチあったあった。ここだ。ここで開いて、ほう！あ、オッケー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 。これあとはテープだ、テープ。テープがあったらここ補強できる。これ絶対さ、結構あれじゃん、これ。カサ君から生まれた化け物じゃん？待ってみんな、もうこれ、俺らで何とかするしかねえぞ。クルフォアが、もうビビり散らかしてる。怖いっていうか、キモいのかな多分。これなんだこれ。ウォッシュパウダー。ああ、は多分これあれだ。洗濯機で使えそう。ここか。電気をつけろってなると、ブレーク。また完成しちゃったみんな。あ、テープもありましたね。あったあった。かつ、人参もあったんで、これ使って、オッケー、はい、補強と。テープ使うね。これなんか俺の個人戦になってねえかって気がするんですけどね。はい。来たー！ほらー！クルさん、どうこれで。電気つけたよ、電気。わーお。ブーじゃねえよ、お前。明るくなっただろ？電気つけたよ、電気。やっぱホラー苦手な人ってさ、こういう暗さがダメなんでしょ？で、多分これで治ったから、はい、洗濯機の使用も可能と。それで、はい、アイソレーターキーだって。来た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 、別の鍵入手。びっくり系が無理。全然びっくりしないでしょ。まあいや、ちょっと待って。まあ、クルさん見といて。俺がクリアする。はい、アイソレーターキーですね。ちょっとずつ、はい、行けるようになってきました。行ける場所が増えてきたね。ここだ。新しいエリアの解放と。あー、なるほど。別の化け物が解放された鍵を開けたことによって、アイソレータールーム行こう。その代わり、はい、別のアイテム、シネマテープとか、オールドドールが入手ですね。クルさん逃げて、クルさん2体いる、2体そこ。うわー、あー、ちょっと待って待って待って。逃げろ逃げろ逃げろ。クルさんガチ逃げ。もう顔笑ってんのにね。顔笑ってんのに、まあ心は笑ってないな、あれ。絶対な。いや、なんか新鮮だね、クルさん。絶対ホラーやってくれないからね。って、どうした？多すぎっす。確かにね、敵の数圧倒的多いよね。薬あった？もう使っていいよ。はあ！挟まれたってもう！助けて！走れない走れない！行き止まりだってしかも！やばいやばい、3体ぐらい !3 体ぐらい、やばい、敵が放出されすぎてる。おい、イージーでこれはやばいだろ。え、他モードのクリアとかいけんの？一番簡単なイージーでこれだよ。クルさーん、やられたね。小宮さん、しゃがんでいくんだね。しゃがんで、こっちだね。で、ここ。多分敵はいないっぽいんで、2階には。はい、映画館開いて。あ、カサ君、バール、バール。カサ君、バールが必要な場所がある、2階に。来れる？やられたのでないです。拾い直しやな、多分。待って、逆にさ、今、クルさんが今、引きつけてくれてるぞ、敵。だからみんな、バール探して、バール。多分そっからそっから。よし、クルさん。全部シャープ。クルオハ、お前、全部のワードがシャープなんよ。バールある？カサ君、やっぱバールがないとね、先行けないっぽい。
バール探そう。どこで落としたそれ。隠れた。よしよしよし。あーもうリスポーンから出れなくなっちゃった。え、ライフなくなった。レフトザゲーム。特定の回数回死ぬと良くないんだな。カサクこっちおいで。カサク2回。黒羽の死を無駄にするな。ホラゲー嫌い嫌い言いながらやってくれたんだぞ。カサク、さてカサクのバールは引き継いだ俺が。カサク任せろ。こうしてここだね。ここで開く。で映画館ここでしょ。 OK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 。 はい、映画流す。はい、なんか家族の映像みたいなやつですかね。なんか鶏が食ってんだけど人間で、人形をどっかに落としたとっていうやつですね。これなんだ。あ、でもさ、なんかさ、今さ数字あったの、ほら47、これ 4731647371 かな。47371か41317。パスワードが打てるところで打ってみよっか。カサク一応もう一回念のためパスワード調べてくんない？あの再生したら見れるから。なんかどこか開けた場所には来て、あれだ、地下室の鍵は入手した。別のところだ。パスワードは473161。なんかあった？あ、シューズしてボルトを引き抜けだって。これでここ開けるようになって、ここでまた鍵使えるっぽいな。こっち開いてみるか。あー、これ無理だ。これ今の段階じゃ無理だ。鍵あるのはいいけど、何かしらのアクション起こさんと入れんわ。これ水抜かんといかんのちゃう？これ汚染されてる水があるせいで先に進めないみたいな感じだ。あれ待って、これちゃう。パイプバルブあるぞ。これだ、絶対これだ。敵いるわ。ちょっと待って、せめてパイプバルブだけ。ここじゃない。どこだどこだ。え、パイプバルブの場所がわからん。またこれやらかした。これバールがいる。カサク、ゲコくん、バール持ってきて。バール、おい、エレベーターバールで、またバール。俺どっかに落としたって。バール、俺どこ置いたっけ。おい、何回使うねんバール。これ複数個落ちてないのかな。またこれ拾い直しなんだけど。あった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 、ありました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 。あのレンジってか、レンジ、あのレンジはいらない。あのゲコくん、レンチじゃなくてバールね。レンチとバール全然別物なんだよね。あ、いけたいけたいけた、いけた、任して任して。これで、はい、これで、はい、下がいけるようになる。で、鍵がもう使わない。これで鍵を拾えばいいんだね、もう一回。待って、なんかさ、俺しか働いてなくねえか。あ、もうカサクがキッチンでボルト引っ張ってくれてるわ。はい、これで開くと。オッケー。やっといけた、皆さん。もう28分やってんだけど。あれ、こんな長くかかるのか、このマップ。オッケー、はい、どこかが開かれましたね。ちょっと待って、カサク、ゲコくん、多分俺出れた。出れたけどさ、外に出たらさ、新しいチェックポイントってなったんだけど。あれ？ちょっと待って、これさ、え、まだ終わらないの？冷凍庫と、あー、なるほどね。ほら、またバール使うじゃん。で、別の部屋が解放された。で、ここでまた謎解かんといかんし、爆発物キャリスターとかあるぞ。ちょ、終わりましょう。出直そう。もう一人入れて別のエリア行きましょうか。多分これクリアすんのクソむずいぞ。これ、はい、戻ります、一回。はい、ということで、ちょっとあの、クルさんがね、あまりにも苦手らしいので、出直すことにしたんですけど、多分、カサくん、ゲコくん、ネコチキちゃん、これあれだ。多分これ、一回、なんとしてでもこの、イージーをクリアしないと、次のエリアに行けないっぽい。って。で、さっきはすごい下り散らかしたじゃん、試合自体が。なんとなく流れは分かったっしょ。だから言えるのは、バールとか、バールは何回も使うよね。だから誰か一人がバール持って、で誰か一人がもうアイテム持ってひたすらも2階とか地下と1階で分かれて動きまくるみたいな感じかな。多分なんか一緒のところにいると、敵がさ集中するくない？そのエリアに。だからなるべくばらけて分散して動いた方がいいのかもね。ちょっともう一回リベンジしていきましょうか。4人いいか？短期決着やぞ。クルさんとかの仇撃つぞ。爆速でいくね、もう。はい、もう電気ルームキーをパパッと開く。大体、なんか置いてるアイテムの場所とかは多分変わってるっぽいな。あ、バール見つけた、バール見つけた。さ、バールで壊せるところ壊していくわ。あ、レンチも見つけた、レンチ。バールドレンチ見つけたわ。これめちゃくちゃ重要な役割じゃん、これ。
多分ね、レンチはここだよね。まずここぶっ壊す。エリアが3、4箇所あったんだよね、レンチエリア。カードキーとロープみてえなやつもあんな。これアイテム下手に落とせねえな。2階に結構アイテムあるかも。でもさ、ゲコくんにさ、もうバール任せていい？あ、オッケー。じゃあバールも落とすね、俺。こうして、あ、レンチ見つけた。あと、あれ、なんかなんだっけ、サーキットブレーカーだ。ブレーカーがあればいける。ブレーカーが。これがあれば、なんとかなるぞい。ロックキー最初のとこだよな。あった？これ電気ルームのとこに置ける？あ、待って。鍵があればいけそう。あ、ナイスライト。はい、猫チキちゃんがつけてくれた。そしたら、次多分2階かなんかでいろいろできると思う。ひたすらさかさか、バールで開けないといけないところをどんどん開けていってほしいかも。なんか地下とかにもあったんだよ、地下。で、開かれたことによって、まずここのカードキーが使えるようになるんだよね。いててて、これ敵か、これ。うわぁ、もう最悪！完成したが敵に襲われるっていう。やばい、まず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 い。無理やり俺、開けるわ。ここ、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 ここ。オッケー、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 オッケー。あとは、これあれか。鍵だ。地下室の鍵あればオッケー。僕じゃ回復した方がいいかも。で、俺もさ、感染しちゃってるから死ぬかも。もう俺の命は長くない。人参があればいいんだけどな。ラジオ？ラジオどこで使うんや。人参ある？ちょっとくれないね、こちきちゃん。あ、人参あったあったあった。大丈夫大丈夫大丈夫。拾った拾った。今拾った。ナウで拾った。ただね、体力やばいよね。俺とね、こちきちゃんね。ハサク今状況どういう感じ？バールで開けようと思ってる。あ、オッケー。バールやってんだね。こちきちゃん戻ろう戻ろう。猫チキちゃんの鍵を使えばいけるんだよ。こっちこっちこっち。行くぞ。猫ちゃん、突っ切れ、突っ切れ。敵来る前に突っ切るぞ。あ、皆さん、今回9分で行けてるからね。めちゃくちゃ順調だよ。ナイス。開いて、よ。これで、よし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 。前回ここまで行きました、皆さん。あ、10分で行けたね。だからね、こっちからここで謎を解いていくぞ。ただ、カサク、外出てきてほしい。多分ね、バールじゃないと開けれないエリアが結構ある。あ、持ってる？あ、オッケー。猫し、開けて、開けて。でもね、奥の方にもあったと思うから、それ探していってよ、どんどん。バールで壊すエリアが2箇所ぐらいあったと思う。わ、鍵拾った。冷凍庫の鍵と、2つあるね、鍵がね。2箇所鍵がありの。うわぁ。3箇所ある、なんか、鍵っぽいやつ。うわ、3つか4つあるわ。え？なんか今、猫チキちゃん犬に追われてなかった、今。猫チキちゃん犬に噛まれました。やられたね。多分アイテム落としたんじゃね今ので。待って、開けれるところから開けてくね。だから、結局もさ、もう回復アイテムとかも捨てていいから、そこら辺に置いとけばいいから、鍵とかをどんどん開けてってほしい。あ、ラッキー。これ開けて、レンチがあれで、テープだ、テープ。結局ね、こちきちゃん、青テープが多分いる、青テープ。なんかチキンみたいなのがいるっぽいね、チキン。さっきキッチンにあった？ちょ、それ取ってきてくんない？あ、あちい、これ。ここ、スプレーあちい。ほら。これでスプレー入ってこれなくなった敵が。このエリアもアンチやぞ、アンチ。なんか人がいます？なんかさ、あれだよね。カサ君はなんか別のところでなんかやってるよね。これ車のキーだ。一応さ、もうゲコ君と猫チキの俺の3人でどんどん進んではいるんだよね。うわー、これ車のキーまだだな。ほら。あれで脱出するんだ。この車のキー使って。車のキーちょっと置いとくね。いてて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 て。隠れるとこねえじゃん、ここ。いや、終わった、俺。ごめん、死んだわ。まあまあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。今、やっと1回目の死亡だよ、俺。犬をマジでごまかしといてほしい。大体、開けるとこ開けたか。これか？冷凍庫キーは使ったよね、もうね。冷凍庫キー使ったからいらないよね、これね。猫チキがサイドウォール爆破だって。壁爆破できた？ナイス、ナイス、ナイス。はい、新しいチェックポイントだって。え？ちょっと待って。あれ、もうこれでさ、車に乗って脱出じゃないの？洞窟ってあるぞ。ほら、あ、ゲートも開いたって。多分さ、カサ君、そこにさ、俺、駐車場の鍵っていうか、車の鍵置いてたはず。一回さ、車の鍵使うね。これなんか、いろんな脱出ルートがあんのかな？はい、車の鍵開いて、脱出はできるわけじゃない。タイヤかなんかも交換できる。あれ？ちょっと待って、これさ、逃げれるんじゃね？あ、来た。あと10秒で出発だって。あ、これ行けたんじゃね？それは猫ちゃん使った？それ。あれ？あれ？あれ？他にもあったけどね、エリア。
明らかに解決してない状態で終わって、あと下克上取り残された、またか。はい、来た。あ、これね、あれだ、マルチエンディングだ。下克上なんかさ、別のゲームでも置いてかれたりするんだよね。待って、あはは、下克上あ、下克上は別の脱出ルートを探せってことだって。あの、無理らしい。俺ら3人は車で逃げたから、下克上はこの洞窟を進んで別ルートの脱出口を見つけないとダメっていうことですね。まあいいでしょう。はい、戻りましょうか。一回ロビー戻ろっか。じゃあ戻っていいよ、下克上も。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これでき、まあ多分ね、イージークリアしたことによっていけるようになってるわ。どうする、ちょっと見てみる。クリアはしないけど、このエリアがどんなもんなのか見ようか。だからイージーをクリアすると、今度は鉄道駅っていうところの追加らしいですね。ここ行けるようになるらしい。で、あって、多分あの下克上はクリアしてないから、あの取り残されるっていうね、一番最悪なことなんですけど。うわー、これはこれでやばそうな雰囲気だな。なるほど、今やったやつでも難易度結構高かったよね。もうやばそう、骸骨で。うん、明らかにこれ難易度上がってんだろうな。多分これ、あとマップも広そうだね。はい、ということで、まあ好評だったら、まあ今回クルさんにやってもらったんで、次回誰だ苦手なのね、ネリさんとか、あの、ホラゲが苦手なやつを騙して、あの、こっそり、あの、ひっそり、これ面白いゲームだよ、つって、あの、連れていこうかなと思います。はい。なのでよかったらチャンネル登録と高評価ですね、していただけると嬉しいです。はい、ということで、クヨの動画は終わりです。お疲れ様でした。